こんにちは、ベンジです。ゼイブリードピクセルズの続きをやっていきます。今回結構久々なんで操作とかちょっと覚えてないかもしれない。まあやっていきましょう。第3の夢のチャプター2、都市の下に証拠がある。連鎖、遥か昔の魔術によって隠された。チャイナ・ミエビル、誰でしょう。え、こういうの。え？よ、あれ取れる？タコ？ちょ、タコ？いい、タコ無視です。お、はい、はい、はい、あ、ああ、めっちゃ食らってる。はい。あ、わかった。こっから、さっきの最初のところに戻るんでしょ。あ、危ない。ほう、ほう、ほら、ほら。いや。意外と覚えてるな。はい。あ、うわ。で、こっちに。うわ、よし。死んだ。死んだ？死んだ？死んだね。ちょっと技を確認。OK。いきますよ。あらよっと。これ下取った方がいいな。はい。カレー。あまりにもカレー。ほう、ほう、はい、はい、はい。あ、セーブできたじゃん。よっしゃー。タコ、いや、タコ。やべ。殺す方がなんか気持ちいい。うぅ、やばい、やばい。タコおいで。そっからこれでいいのか。おいで。うぃ、いやぁ、相打ち。さあ、気を取り直して行きましょう。タコほんとうぜ。もう死にそうなんだけど。タコ。よし。はい。はい。やべ。やべ。え、タコどうしよう。ああ。え？参った。よし。よっしゃ。やべ。あべ。よっしゃ。ここでのタコはちょっと相性悪いね。あ、これは？これは？こっちから。お！びっくりしたー。はい。あれ？危ない。じゃあ、ここ。よいしょ。楽勝ですね。
え、これ戻んのが大変。え、どうすんの？どっから飛ぶか。まあ、そこ掴まれるのね。はい、じゃあ戻ります。あ、ここ乗れんじゃん。わかった。こっから、こっちに戻るんだ。なんだ。思わせぶりなとこ作りやがって。はい、はい。あ、バブ！見ました、奥さん。はい、よっと。ここで行っちゃダメ。行くぜ。なんだろう、なんか実績アンロックしたけど、なんだろう。チャンス。上だよね。オッケー。え、簡単だよ。タコがいなければの話ね。オーバーキルされた。これ右側いけるよね。ここ何？なんでもない。タコを殺すゾーンか。あ、危ない。今のうまい。え？いや、そんなアイワナみたいなことやめて。よし、これで落ちてくるから。危ない危ない危ない。もう一回ね、元の左右に収まるのよ。一回収まってるね。え、どうすんの。頑張っていくのか。こうか。ふざけんなお前。ああ。左がちょっと気になるから一回行ってみようか。ありましたね。よし、じゃあ、はい。いやー、あ、そういうこと。本当になんか、アイワナビーザガイみたいになってきた。え、死んでないね。あ、死んでる。そういうことは。ああ、ここだ。ええー。はい。はい。はい。危ない。もう一回セーブ。セーブ。よし。ああ。こっち。待って、どっち正解これ。久々だな。どうぞ。下だね。あ、何してんの、何してんの。もう、はい、来ました。ここは真ん中をこう行きの。よし、やっと。危ない危ない危ない。とんでもないジャンプ力になったな、今。真ん中、真ん中乗ってくよ。はい。ここまでか。じゃあ、ここで、
セイ。あそこにも本があるね。え、これ下どうなってんの？いや、そんな。え？そこにスイッチ。お、お、お。ならこっちだ。で、どうせって。え？上を行くのね。下入れるやめて。まずここ、ここ取ったらもうダメじゃん。え？どうすればいい？いけるね。ほんだら、こうだ。うい。6分の5ね。よし。あ、これおしっぱじゃなくても。いや、ね。今度こそ。よっしゃ！いった！マジ何回死んだかわかんない。でもこっからが。よーし！落ちない？落ちない？よーし！いやー、すげー大変だった。で、こっからよ、問題は。あ！下から入るのね。そう。こっからはいけない。ほい。いけるじゃん。あそこに乗っちゃう。もう行き方分かったから。はい。よし。で、これで行くと、どうなる？危ない危ない。いや、すごい。見て、この少女の残骸。あお。待って、ここでセーブしたくないね。するか。で、いや、ほんとすごい、これ。あ、こっから、こう行けばいいんだ。どうよ。これ全部取ったね。ページは。おお。なんだね、君たち。ちょっと、そっち行かして。勝手に死ぬだろ、あいつは。よし。勝手に死ぬ。もうあと一発、死んじゃう。よし。完璧や。ほんで。これを取って。え、この上？もしかして。あ、上何もない。なんそれ。なんかありそうだったの。いや、ちょっと、ガードないのこれ。
あいつぶつけてもダメ。いや、いや、勝てねえんだよな。お、ぶつかるね。どこ行くの？おいで。タコスケ。タコスケ。よし。一旦ほっといて。いやー、マジかよ。よっしゃー。あぶない。あ、お、食らってない。なぜ。ちょっと、お前いやー、よっしゃー、よし、あぶない、よし、いや、伸びんだよ。ふぅ、よし。おお、ちょっと待って。はい。ああ、どっから。あ、ここね。この倒し方素敵。自動で。おお、俺も死んだ。素敵素敵。ああ、息が詰まる。やめて。ちょっとやめて。ちょっとやめて。いやー、ああ、よし。タコちゃんどこ行った？はい。一回セーブさせて。休憩所を作っといてくれるのが優しいね。やべ。うわ、血だらけ。は？ああ。タコスケバカだね。ああ。ああ、ちょっと待って、一回、呼吸を整えさせて。よし、こうしよう、こうしよう、こうしよう。よし。これで一回さ、セーブさせて。オッケー。ああ。これね、ちょっとね、分かっちゃった。スタイリッシュアクションの皮を被った鬼畜ゲームです、これ。いや、ほんとアイワナとか、そういうジャンルに属されるゲームですね、これは。はあ、だんだん頭角を出してきたな。で？で？
うわ、これ上がってるときジャンプ力すごいよ。危ない。ちょ、タコちゃん。ああ、もうダメ。どうすりゃいいの。はい、じゃあやり直しましょう。ほう。ほう、ほう。いや、このジャンプ力が全然慣れない。うい、うい、うい。うい、うい、うい。はいはいはい。いやー、そうだよね、そうなるよ。乗ってくんな。うえー、よし。ここは慎重に。いいぞ。いいぞ、新記録、新記録、新記録。セーブしたいけどさ、いいのかな。おう、オッケー。肩凝った。さて、おぉ、49回死んでる。おぉ、でも A ランク。いいねー。素晴らしいアザートス。アザートス。いや、ここは、じゃあ次行きましょう。お、小泉八雲だ。ラフカディオハーン。あの、雪女とか、書いてる人ね。はい、じゃあ、戻って。じゃあ次回その、3章やっていきましょう。じゃあ、お待ちかねのアートギャラリー。鍵4個もあるね。じゃあ、これ。お!かっこいいね。あ、違う。こうか。え?なんか足毛にしてるけど。はい、じゃあ、そんなところで今日はこれで終わりましょう。いやー、本当にだんだん鬼畜芸になってきたな。最初の方はすごい簡単だった。一面が難しいと感じたけど、全然ですね。はい、じゃあこの調子でやっていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。